ムザブはアルジェリア中部ガルダヤ県にある地方の名、アルジェの南 600km に位置する。ムザブは標高 300m から 800m の岩だらけの高原である。白亜紀に形成されたこの地形には黒や褐色の岩石が広大に散らばっている。ムザブの和地はこの高原の北西から南東へ通っている。社会的には本来のムザブはガルダヤ、ベニス岩、 エルアットフ、メリカ、ブーヌーラの5つのオアシス都市が集まった72平方キロメートルの連合体だった。より北に2つの孤立したオアシス、ベリアン、エルゲラーがあり、これらも後に加わった。新石器時代以降、この地方には、ホラー穴で暮らす人々が住んでいた。この最初の住人たちのことは、あまりわかっていない。歴史上、ムザブには25の町が現れ、消えていった。 9世紀以降、当時あまり人がいなくなっていたムザブは、ムザブ人とも呼ばれることになるイバードハベルベル人たちの避難所となった。18世紀以降には、ムザブは、夏目やし、塩、増毛、武器、奴隷などを取引していたサハラ公益のキャラバンの起流地として重要になった。そして、アルジェやチュニスのようなマグレブ北部の町々に今日定めたムザブ人たちは、その詳細を、 いかんなく発揮した。フランス人によってエルアガが奪われた後、ムザブ人はアルジェソー府クフとの間で自治権の代償に年1800フランを支払う契約を交わした。1853年にはムザブの七都市連合はムザブでの自治を保障する条約をフランスとの間で締結した。しかし、ノマドの旅重なる侵入の結果、フランスは百八十二年にムザブを 植民地化した。フランスは、それ以降、この地のオアシスの灌溉システムを発展させた。ムザブは、ムザブの谷の名で、ユネスコの世界遺産に登録されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。モロッコにも、カサブランカから60キロメートルにあたる、茶王や高原中央部に、ムザブ地方がある。その中心都市は、 電ンアーメットである、ありがとうございます。